見ていかんかえ。上司様もひどい言い方は。もう一つどうかね。えいもの取り揃いちょるで。
間無理やり誘われそうになったわ。構え。やっと戻ってきやがった龍馬。あの武市先生、もしかしてこん人が。ああ、以前からお前らによく話して聞かしている俺の唯一無二の兄弟分であり土佐最強の剣士坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。ん？お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやっさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。ん？みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ？筆頭？ほいたらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか？見たか、俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は勤王党も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからな。いい起爆剤になったろうぜ。高三の連中からはあまりよく思われないだろうが。いいんだよそれぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろう。まあそうだが、まだ痛むのか背中。うん、おお、これか。いや痛みはねえさ。まあ後だけは派手に残っちまってるかな。すまねえ兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れよったって忘れられねえか。上司による焼き落ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど。本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いたのは上司どもだ。だろう。ああ龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ。土佐藩の前主
高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと。襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。城を包囲して勤王党の覚悟が藩の上層部に伝わればいい。その上で上杉さんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒んだ、当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に勤王党が座るか。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのぐらいの荒療治が必要ってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。豊洋のおやつさんは剣後四塾を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前には剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。どうしてだ。きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いや、それは勤王党の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければうまくならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺らは身分という壁を壊そうとしている。だがたとえそれが実現したとしても人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁がなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている。兄弟、お前も持っといてくれ。金の党の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐勤王党を俺と一緒に支えてくれ。頼む。ああ、分かった。そうか。よし。実はな、今晩高知城で東洋のおやつさんと今後の話をすることになってるんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なのか。なに、高知城まで行けばおやつさんの禁止が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃ
お前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。またの。精が出るね。どうやろうか。いらっしゃいませ。はあ。ありがとうございました。食べてったらええわ。また今度。俺に何か用か。坂本龍馬っちゅうがはおまんか。お前は土佐勤王党岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武市先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたらいいぞ。おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは
同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちょらんですよ。坂本、伊蔵は金の統一の剣客じゃ。一刀言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったね伊蔵、江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。伊蔵とか言ったな。お前は確かに強いだ。今すぐ抜けるんだな。竹地の兄弟が作った金の塔はそういう組織じゃねえ。塔内の仲間にもきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると。世話かけたな。見てたのか。ああ1年前より確実に強くなってるな、お前。たく、どうなってんだ、あの連中は。金の塔の名が泣くぜ。あれが土佐合祀の現実なんだよ。現実？合祀という身分が理由で、ろくな教育も受けられない。まともな仕事にもありつけない。そんな彼らにとって、金の塔は唯一の希望であり。誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺をやっかんだってわけか。
許してやってくれ。彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。さあ、そのためにもさっさと土佐の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ、龍馬。難しい話は分かるね。だが一つだけ分かったことがある。なんだ。土佐も金の塔も、そして俺もまだまだ半端もんだってことだ。よし、それじゃあおやっさんのところに行こう。お前の準備はいいか。ああ、行こう。城へは俺が案内しよう。ついてきてくれ。江戸での修行はどうだった？ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。それにしてもお前さらに強くなったんじゃねえか。その腕当てにしてるぜ。なあ、子供の頃雨の日に鏡川で泳いだの覚えてるか。あの時お前ふんどし流されて大変なことになってたよな。懐かしいな。そういや、お前とこうして歩くのも久々だな。昔はよくこの半ペーター。どうした龍馬。城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ、豪士はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねえ。これで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、龍馬。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合子に合子。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ。おやさん、金の塔はもう高知城包囲の準備はできています。いつ結婚しますか。ふん、わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。ずいぶん急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝、金の塔は500人全員を武装させて城を囲め。上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか。言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやっさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただし、その前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ龍馬。お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああ、そうだが。半平太、筆頭に任命したのはお前か。そうです。何か問題でも。この計画が成功し、老人たちが消えた後、金の塔は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは
坂本龍馬という人間は金の塔の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。なあ、何を言い出す気ですか、おやさん。前から俺と龍馬とおやさん、その3人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんなら、いつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。おやさん、どういうつもりなんですか。二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ。おやさん、おやさん、バカな、くそ、龍馬、お前はおやさん頼む。誰がこんな真似を。おやさん、吉田様、何事でございます。こっちだよ。いいか、龍馬、逃げろ。このままだとお前がわしを殺した犯人だと思われちまう。でも土佐は、未来はお前に託した。おやさん、おやさん。よ、吉田様。おまんは、おまんが吉田様を。切れ、この者を切り捨て。Shoot!
なんだこれは。兄弟、何があった。あいつがここにいる連中を皆殺しに。貴様、気をつけろよ。まあそいつは土佐の人間じゃねえ。見たこともねえけど。すまねえ、俺としたことが。そんなことより怪我は。骨はやられてるが、とりあえず大丈夫だ。
それより、おやさんはどうなんだ。いや、もう兄弟、一体何が起こったんだ。あの覆面の男は誰なんだ。わからねえ。なんでこんなことになったのか。俺らの計画がバレていたってことか。その可能性は高い。あの資格を送り込んだのは俺らの計画を知った藩の老人連中の誰かだろう。だがおやっさんが殺された今、それが誰なのかは特定できない。あの覆面の男を捕らえればわかるか。多分な。だが兄弟、俺はあの覆面の男を追う。何言ってるんだ。おそらくあの男はすぐに土佐を抜ける。それを追いかけてお前が藩を抜けたりしたら、お前が東洋のおやっさんを殺した犯人ってことにされかねない。どちらにしてもこのままだと俺は犯人にされる。城の連中は俺がおやっさんを殺したと思い込んでいるからな。どの道を追われる身だってことだ。龍馬。龍馬、とにかく城を出よう。早いとこ城下からも抜けねえと。お手につかまる。兄弟。龍馬、悪いが俺はここまでみたいだ。あと少し山を下ればあわだ。追っても藩の外までは追ってこない。お前一人で行け。俺はここに残って役人に事情を説明する。おやっさんを殺したのは俺たちじゃないだな。無駄だ。そんな話が通用する相手じゃねえだろ。そうだろうな。だが俺はお前が生き残れるならそれでいい。兄弟、東洋のおやっさんは死んだが金の音は死んじゃいねえ。土佐を変えるには俺かお前どちらかが生き残って金の音を率いていくしかねえんだ。だから龍馬、お前は逃げ延びて金の塔を。龍馬。そういうことなら答えは一つだ。あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならねえ。龍馬、お前。藩の連中は俺一人を追ってる。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。兄弟も勤労党もおやっさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ。土佐、おやっさんの意思をあんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬。おい龍馬、お前どうする気だ。おい、
番が三世吉田東洋様を殺した男やな。神妙にせい。世の人は我を何とも言わばいえ、我がなすことは我のみぞ知る。うん、天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様。だがあんたらにそれを信じてもらおうとも思わない。だから、うん、だから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何よ。父さん兄弟たちよ、また会いたじゃ。江戸での剣術修行を終え、故郷に戻ってきた坂本龍馬。1年ぶりの土佐で、龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革せんとする東洋は、武市半平太を名手とする土佐勤王党と手を結んでいた。坂本龍馬と武市半平太、兄弟分として土佐で育った2人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって、龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま、真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。勤王とは、帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。お昼の準備できとんな。はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけは起こしてきて。まだどうすか。ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの。もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒。
そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。お龍ちゃん、もうええ、おっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさか、逃がしゃしまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さあ、はよお昼にして。出かける。は？お昼はどないすんの。悪いがいい、サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。ええけど、別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけや。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に切られるだろ。そう、まったく今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。幕府が新選組作ってからこっち町中血生臭くてかなわんわ。そうだな、博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ親も泣くんとちゃう。余計なお世話だ。あっそう、せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。へえ、なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎるだけだ。なんだそこだ。もういっぺん言ってみる。どうも俺の見込み違いだったらしい。邪魔したな。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。俺らも相手してくれやの。相手してやってもいいが、その前に一つ聞きたいことがある。あ？天然理心流の使い手を知っているってやつはいねえか。天然理心流？江戸の司令官って道場に伝わる田舎流派だ。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、古武道も節操なく取り込んで、
片より実戦を重視している。その使い手を探してんだ。それで町のめぼしい道場を聞き回ってるんだが。天然理心流つったか。聞いたこともねえよ、そんな田舎流派。それで話はしまいか。ああ、やっぱり無駄足だったな。おい待てや、ここに来たこと後悔すんのはまだ早すぎるぜ。なあ、せっかく道場まで来たんじゃねえか。たっぷり稽古つけてやるよ。ありがたく思えや。旦那、斎藤の旦那。カラスか。よくここが分かったな。これでもカラスの銀次で通ってる男です。そのくらい分からねえと情報屋なんて務まりませんよ。ところで今日は何か収穫はありましたか。いや、今日も外れだ。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。今日にいるとすればこの手の道場が臭いと思ったんだがな。この何ヶ月かで、あらかた今日の道場は見たんじゃないですか。ああ、だがこのやり方はもう手詰まりだ。そっちは何かつかめたか。いえ、何分天然理心流は無名の田舎流派ですしね。ね、旦那、今日にその使い手が来ているって話、本当に確かなんですか。天然理心流は江戸の市営館って道場の流派だ。だがそこの門人たちは道場を畳んで今日に向かったらしい。俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今勤労の獅子ってのが山ほど群がってきてますからね。それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を勝手に名乗っているんです。その中から無名の流派を探すのは骨が折れますよ。情報屋ってのは客に愚痴るだけで金がもらえるのか。こらって厳しい。まあいただいた前金の分だけは仕事させてもらいますから。それじゃ。